最高。はい、シンデレラトーナメント1回戦突破しました。1回戦目は稲葉、友香、私の仲間、ごつ愛の仲間です。そしてシングルマッチ、初シングルマッチでした。いやー、
蹴り重いね。ちょっと食らってこの重さすげえなって思いましたね。シンデレラトーナメントで、まあ、シングル初で組まれたんですけど、まあ、シンデレラトーナメント10分じゃないですか。普通にまたシングルで戦いたい、もっともっと稲葉友香を味わいたい、そう思いました。いやめっちゃこれから楽しみです。いやすごいごっつあいの仲間いいですね、はい、いやでもシンデレラトーナメント突破できてよかったです。絶対優勝して小林幸子さんみたいなギラギラなドレス着ます。お楽しみに。プロレスリングスターダム 4.15 シンデレラトーナメント優勝決定戦、栄光を争う輝きのストーリー、主役の座を勝ち取るのは宇宙一きらめくスターダム。次世代のスターを発掘するシンデレラオーディション2023の開催が決定。スターダムのリングで輝きたい新人を大募集いたします。応募資格、応募方法などをご確認の上ふるってご応募ください。詳細はスターダム公式ホームページをチェック。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。